はい、皆さんこんにちは、中島です。本日は2月の22日です。さてさて、ですね、私はね、今東京からどんどん西に向かってるんですけど、最近先週と含めて、4往復してるのかなっていう感じなんですよ。で、この新名神というね、道路を使って行き来してるんですけど、何がいいかって言ったらね、もうロケーションがすごい、もう富士山満喫、もう満喫できるんですよね。富士山を、行きも帰りも見れて、で今日は朝からね、日が上がるちょっと前ぐらいから江ノ島まで行っちゃったんですよ。江ノ島まで行ったし、もうやっぱりね、車乗り出すと、もうそういう風にしてこう時間を気にすることなく移動できるし、で例えば朝日ね、今日はここで見たいなと思ったらもうそこに行けるし、あと私たまにね、サービスエリアで車中泊っていうのをやるんですけど、今回のこの移動は、車中泊をし、3時半とか4時ぐらいから、スパというか温泉ね、温泉スパみたいなとこを探していくんですけど、まあこれがみんなどこも当たりで、とっても満喫させてもらいました。それとは裏腹に、ちょっとこういろんなことがありましたんで、それをこう本当に整理しながらの、旅だったんですけど、やっぱりこれをしてみて思うことは、やっぱこのスタンスがいいかなっていうのはありますね。もちろん今日ももう西の方に帰って、明日明後日しあさってとかも西ですることがたくさんあって、でいろんな準備もしないといけないし、用事は満載なんですけど、やっぱり私はこう移動するというか、車ででもだし、飛行機でもだし、やっぱそれをこうベースに生きていきたいなっていうふうには思いますね。でもちろんこれから西でいろんなことをやって、拠点というものは一回作ってみようと思うんですけど、もしまたこうやっぱり違うよねって思ったら、いつでもさっとこう方向性を変えられるように、やっぱり身軽に生きてたいなと思ってます。ということで、ちょっと長々喋りましたけど、今日はですね、サターンなんですね。お月様からのメッセージは、これ何回かお話ししたことあるんですけど、サターンという惑星は私にすごくこう関係する惑星で、皆さんにも自分がすごくこう関連のある惑星っていうのがあるんですね。もうそろそろそういう話もしていこうかなと思っています。で今日意識していただきたい数字は22なんです。で色はですね、昨日ちょっとご指摘があったんですけど、グリーンから紺から明日はブルーなんですけど、こういうこうなんかグリーン、紺、ブルー、もうこういう色がこの 2,3 日ひしめき合ってるんですよ。だから正直言うと、その中の色、配色の色やったら何でもいいかなと思います。で、あとですね、今日、すごいこうメッセージというか、こう補足で来てることっていうと、事件、割とこう水面下で、世界的にもに日本的にも地球レベルでも宇宙レベルでも、この2月末から3月の、そうやな、続いたら4月までぐらい、水面下で結構ね、事件っていうのがこうふつふつと湧いてくるという感じなんですよ。だからなんかいつもやったら許せることがね、ちょっと許せなかったりとか、もうすぐ頭に来たりとか、すぐ喧嘩になったりとかっていうのがなりやすいのは、この上も下も割とそういう意味合いがあるからなんですよね。もちろんあなた自身の、自分の中の心のね、持ちようがそうさせるっていうのもあるんですけど、この周りのこの環境自体も今そんな感じにはなってると。だから大きな事件があるんだけど、それを表に出せないとか、逆に表に出してしまった方が今後のためにはいいとか、
なんかそういうことがこうちょっとひしめき合ってる、昨今でございます。っていうようなことも今日はもうビシバシひしひしときましたね。なので、まあこの数日ですね、皆さんちょっとそういうところもお気をつけなさって、過ごしていただけたらなと思います。ということで、私はちょっと休憩もし終えたので、このね、素敵なこう海を眺めつつ、ちょっともうほっこりできたので、それこそ今からまた西へ向かって走りたいなと思います。ということで、皆様、ちょっと今日遅くなりましたけど、今日も良き日となりますように。そしてまた明日も頑張って配信したいと思います。じゃあねー。